スーパー GT 参戦しておりますゲイナーさん、私潜入調査に参りたいと思います。なんとドライバー全員揃っておりますので、いろいろ聞けると思います。行ってきます。はい、では今日はゲイナーさんに参りまして、やっぱり聞きたいのは反省とムカつきと1時間終わるかな終わるかな平中さん、あ、はい、11号車担当してます平中克幸です。昨シーズンは、まあ、前半戦はねすごく調子良くて表彰台も上ってチャンピオン争いをこうリードするようなシーズンだったんですけど、うん、まあ、後半戦でセーフティーカーですね、まあ、このまま行けば絶対表彰台上がれるねっていうようなレースだったんで、うん、2戦連続で落としてるんで、そう、まあ、あれはちょっとバカ野郎って感じ。バカ野郎、大きく言おうか、バカ野郎そんでそのパートナーがいらっしゃる、はい、どうぞ。そうですね、まあ、僕は柳中さんと組んで3年目なんですけど、ね、もう今年本当に絶好調やったんですよ。もうさっきと同じ話だけど、バカ野郎バカ野郎バカ野郎本当にセーフティーがなければ、うん、まあ、タラレバは行ったらダメなんですけど、そう、ね、でも多分取れてたと思います。もう本当悔しい、ね、すごい早かったんで。では次、10号車。はい、10号車、ドライブしてました、星野和樹です。1時間で終わるか分かんないぐらい愚痴が多いんですが、うん、ちょっと簡単に言うと、やっぱシーズン序盤は2、3戦結構ポイントをコンスタントに取れて、ケージと、うん、まあ、これからも表彰台目指してチャンピオンシップも、なんとかいけるかなっていうところで、あの中盤戦ですごいハマってしまいまして、うん、何やってもうまくいかなくて、まあでも最後はやっぱりさすがそのチーム力がその、ね、助けてくれたというか、そのチーム全体で見直してくれて、残り2戦はポイント取れて、それは良かったんですけど、ちょっとあのシーズン全体考えると本当に悔しい。暗くなっちゃったよ、結構。はい、パートナー若手。同じく15社担当します、石川圭司です。そうですね、もうほとんど和樹さんが言ったのくらい話に。明るくしていいの？トーンが暗いな。トーンが暗いよ。キーを3強ぐらい上げてるよね。1回ちょっと希望が見えかけて、第3戦の鈴鹿の時かな、うん、結構予選から苦しんでて、で和樹さんから僕に変わった時に SC が出たんで、うん、やったーと思ったんですよ。ほんだら順位が後ろすぎて、まさかのワンラップオークでそれで終わりましたしかも俺の前に出てきたよ。俺の前に出てきて、そうそうそう、めっちゃまだ勇気を受けてくれたけどタイヤ交換してるからめっちゃ逆に追いついちゃって、うん、また邪魔したなと思って、うん、もう何もうまくいかなかったです結局悲しい話だったね。そうです、悲しい。でもね、この空気感分かるように、このチーム、ゲイナーすっごいアットホームで一番古いでしょ。12年目のシーズンに入るんですかね。一番長く経験してらっしゃると思うんですけど、はい、その家族みたいなもんですよね。もう家族みたいな、もう監督、もう有名マネージャーも強いマネージャー、強いマネージャー、怖いマネージャーすごい勢いあるマネージャーがおられたりだとか、すごいメカニックも、あの皆さんもすごいアットホームで、いつもいい空気やなと思うんですけど、そのチームゲイナーの強みっていうのはやっぱりそこに根源があるのかな。やっぱりそのさっき言われていたそのアットホームさっていうか、やっぱり真剣にもちろんやってるんですけど、そのオンオフの切り替えがすごいできていて、和気あいあいでやりながらもプロフェッショナルさに欠けずにそっちもちゃんとやるっていう、そのやっぱりそういうところがすごいですね。完璧な答えと思います、橋本さん。トークうまいですよね。めっちゃうまいですよね。では皆さんにちょっとお聞きしたいんですけど、実はワークは2015年からゲイナーさんはホイールのところを飾っておりますホイールメーカーでございます。マシンに求めるホイールへの条件って何でしょう。パフォーマンスですね、その、まあ、僕もその2015年と、まあ、その当時振り返ってもやっぱりその、まあ、いろんな、ね、試作のそうしたりとかで、そのテストごとにテストさせていただいて、うん、あのコンマ1秒でも速く走るためのホイール作りをっていうふうにあの思いが伝わってきたので、だから僕もそれに応えるために正直にこういい悪いを言ってあげないとダメだなと思って、ドライバーとして取り組んでた思いがあります。
ありがとうございます。今のところ申し分なく機能してます。うちのホイール、はい、ちゃんと走ってます。回ってる。ちゃんと丸く走ってる。トラブルも一回もなかったですね。ホイールの、ね、よかった。写真写ってもかっこいいし。ありがとうございます。で、皆さんも GT の中での車乗りだけではないと、はい、思います。皆さんプライベートの中でも車乗ってらっしゃって、愛車というものがきっとあると思うんですけど、愛車につけるホイールに求める要素って何がございますでしょうか。そうですね、まず僕の場合はまずは絶対見た目なんですよ ね、 そうだね。やっぱり見た目が良くないと自分のやっぱ好みってあるんですけど、じゃあ性能どうなんだろうって思うじゃないですか、うんうん、そういう時に一番のやっぱり要素としてはこうレースからフィードバックされてるっていうことがすごい大事だと思うんですよ。だからそのワークさんみたいにレースも戦ってチャンピオン争いして、うん、なおかつそれがそのフィードバックされたものがその市販のアフターマーケットやその労働感につけるホイールとして売ってるっていうのも本当に強みだと思いますね。ありがとうございます。でも和樹さんさっきおっしゃってたんですけど、ホイールはもう3ピースじゃない、ホイールじゃないって言ってました。もうめちゃくちゃめちゃくちゃ。スリーピース好きですか、スカーさん。僕ごめんなさい、ワンピースが好きでしょ。これ言ってないよ。レースでそのワークさんのホイール使ってる時、実は長いんですよ、うん、F3 でも履いてたんですよ。あ、はい、トダレーシング、トダレーシングで、はい、その時も見た目かっこよかったし、トダレーシングさんとは本当に長いですよね。創業時代からっていう、はい、引き続きよろしくお願いいたします。僕そうですね、ホイール、まあ、見た目確かに一番普段の車には気をつけるんですけど、一番ホイールこすっちゃうんですよ、普段乗ってて。で、ああ、またこすってしまったって、いつもこすったとすぐ車降りてホイール見て。全然上手なのに。上手なんですけど、ホイールだけいつもガリッてやっちゃうんですよ。で、傷つくじゃないですか。もうすごい心配になって、拭きに行くんですよ。ああ、傷またついたと思って。だからホイールに対しての思いが強いです。ボディはね、テクニックで当たらないんですよ。お前強いのにぶつけちゃうの。もうなんかこう合わないんですよね。あ、なんか道の、あの道とは合えないでしょ。あの駐車場とか駐車場とかホイールガリガリやってしまった。でもやっぱりね、レーシングのホイールが好きですよ。レースでやっぱりすごい温度とかでも耐えれて、うん、速いスピードでも耐えれて、本当にやっぱ安心できるホイールでなおかつかっこいいのが好きです、ね。だから両立じゃないとありえないってことですね。2、はいはい、ピース、3ピースやったらうちリム修理、リム交換やってますので、それ絶対いいです。覚えておいてください。だってホイールの傷をきれいにしたらむっちゃ車かっこよく見えるから、ね、そうなんですよ。でも車かっこよくてもホイールの傷がいがりって言ったらめっちゃかっこ悪いんですよ。靴の下と似てるでしょ、汚れてる。そう、靴汚れてるの嫌なんで。そうなんです。もう一番平中さんの時のうちの社員のリアクションがすごかったんですよ。10万オーバーのスニーカー履いてますっていう報告がもうじゃんじゃん入って、私にすごかったです。ありがとうございます。その合わせて履いてきました。やっぱりもうみんな反応してました。小さい頃からレースですもんね、まあ、カートから始まってっていう、うんうん、でそういう車がかっこいいと思って育ってるんで、ワンピースでレーシングなホイールがすごい好きなんですけど、メルセデス、まあ今もまだ乗ってるんですけど、入っていただいてますね。はい、はい、はい、FM01 がですね、ワンピースのね、あの削り出しの、はい、はい、入っていただいてるんですよ、はい、あのまだ履かせていただいてる。ガリってません、大丈夫ですか、後ろの中ガリってるでしょ。ちょっとだけあの僕じゃなくて奥さんにね、乗せたりもしてるみたいな、奥さんが乗せて僕じゃない。自分じゃないもんね。自分じゃないですよね、後ろの人みたいにね、自分じゃない。いや、あれは本当に難しい。でも本当にああいうホイールが大好きです。我々のホイールは男らしくシンプルにっていうようなデザインの方が多くて、洗練された中におしゃれ感があっていうことを非常に追求してて、組み立てのところでも、まあ、サイズバリエーションが組み立てだといろいろできちゃうから、うん、フェンダーを大きくされてる方にも合わせてというような形のホイールを作っております。色もすごいカラフルです。今度またちょっと見てみてください、我々のホームページ。では最後になりますけども、コロナでファンの皆さんに会えるチャンスってなかったと思うんで、一言メッセージをいただけたらと。昨年はですね、本当に応援ありがとうございました。今年はですね、まあ去年のリベンジも兼ねてチャンピオンになれたらいいなと思いますので、
今シーズンの応援もよろしくお願いします。頑張ってもらいました。たくさんの応援ありがとうございました。まあ、優勝はもちろんチャンピオンに取れるように頑張りたいのと、今年は一回もホイールをぶつけないように、ぜひ宝物のように、はい、一心同体で一心同体運転したいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。まずは昨年1年間応援本当にありがとうございました。今シーズンは本当に皆さんまたさっきと絶対来ていただいて、皆さんの前で優勝できるように精一杯頑張ります。また応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨シーズンの応援ありがとうございました。やっぱり無観客の時本当に寂しくて乗っててもで、やっと後半戦からねどんどん緩和されてきて、お客さんがいて僕たちもあるんだなっていうふうに改めて感じて、やっぱりお客さんいてたらモチベーション上がるとか闘争心上がるっていうか、そうですね、やっぱり旗とかも振ってくれてた、そうか、見えるもんね。今シーズンもよろしくお願いします。よろしくお願いします。では本当に2021年も、皆さんの活躍を期待しておりますので、どうぞワークも一緒に勝利へ連れてってください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。300と500一緒に走るじゃないですか。500後ろから来るじゃないですか。譲らなあかんじゃないですか。はい、譲らない時もありますね。今ここで来ちゃうと2人とも損しちゃうから、うん、ここはもう無理やりでも締めるっていう、もちろん締めたら損なんですけど、うん、でもそこで生かして2台でわーってなるよりも、うん、もう無理やりでも締めちゃった方の方がまだ損が少ない時があるんで、立ち上がり重視にしてくれて計算できる人だと思ったら譲らないでこう締めるし、うん、でもそれでも無理くり入ってきちゃううちの系の外国人ドライバーとかは当たっちゃうとやばいんで、やっぱ避けたりとか常に前見てるのと同じぐらいミラーとか後ろ気にして知らないと頭脳プレーもあるってことでしょう。結局早くその同じコーナー早く走るためのコンマ1秒ですごい頑張んなきゃいけないんですけど、うん、こう譲る時のコンマ1秒ってすげえ簡単にロスしちゃうんですよ。でもそれを取り返そうと思ったら次のコーナーコンマ1秒早く走るの大変なんですよ。そうだよね。だから譲る時こそロスを少なくしないと。ダイエットみたいね。そうですよ。痩せるの大変で太るのか。そんな感じですね。ねえ、練習の時から結構ちょっと優しくしといた方がお互いにこう信頼関係が出来上がってたりするんですよ。結構練習の時からその GT500 ドライバーとかすごいマナーいい人たちもいますし、そういう人たちにはレースであここ譲ってあげようかなとか気持ちになるじゃないですか。向こうもそういう心理戦もやっぱあると思うし、じゃあもう2人とのロスの少ないところで抜くわとか、そうですね、そこの次のところまでちょっと待ってそう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 、伝わってるよね、うん、みたいな、そうがあるっていう感じでしょうね、信じて。もう絶対抜かしたらへんとか、絶対もう邪魔すんねんとか、くっそーとか思ってんのかなとか。そういう時もあります。そういう時もあります。例えば、500の中には、ピットロードにもうその週入るのに、無理やり抜いてって、こっちアタック中とかで、無理やり抜いてって、ピットロードで、入るはいみたいな、無理やり抜く必要あったみたいな。裏側もいるんですよ、中に。そういうことされちゃうと、こいつとかなっちゃいますね。なるほどね。自然に。人間だもの。でも最近のドライバーは結構そういうのも分かってるんで、うん、まあ、300も分かってますし、500のドライバーも分かってるんで、練習中から結構そのお互いを尊重し合ってっていうのが多いですね。ケイシーは毎回仕事邪魔するせいだよね。そうですね。何の邪魔って。そうですね。絶対でもね、ちょっとほんまに一人腹立つやつおって、うん、言わないですけど、うん、もう腹立つ人いて、うん、あとね、もし来年も絡むことがあったら、うん、ぜひ邪魔してやろうかな。誰え、全然ピーするから。ピーします。うん、絶対する。それ絶対、そう、チームメイトじゃなくて。でも絶対違う、もう僕聞きました、無線で。無線で確認取った。結構ね、ちょっと面倒くさいんで、そういう面倒くさいから。あなたの個人的な思いだった。ゲームは関係ない。報復を受けるなら個人で受けてって言われる。すいません、私の好奇心から。ありがとうございました。はい。